OA フロアと床下配線 OA フロアは、床の上に、ネットワーク配線などのための一定の高さの空間を取り、その上の別の床を設け二重化したものである。フリーアクセスフロア、二重床、あるいは俗に床上げなどとも言う。名前の OA は、オフィスオートメーションの意味であり、文字通りオフィスの他商業施設、工場、 学校などのコンピュータや多くの配線を必要とする場所に設置される。oa フロアとする利点は、机など家具類の配置に影響されずに配線できることや、後からの配線変更が容易なことである。また、床表面に配線類がある場合は、人の通行や椅子の移動の支障となり、その結果として、 配線の切断などの障害が発生する恐れもあるが、これらの難点を避けることができ、美観も向上する。かつては、メインフレームなどのための限られた、コンピュータルームにのみ設置されるものであったが、パーソナルコンピュータなどの応援機器やランの普及により、通常の事務所においても一般化している。1990年代以前の事務所における配線は、電源と電話くらいであり、 これらは床埋め込みのパイプによる配線や、あるいは床面に直接這わせ、モールで保護する程度で十分であった。しかしインターネットの普及に伴い不設されるようになったイーサネット、特にツイストペアケーブルによるランの場合、配線の本数が大幅に増え従来の方法では混乱となったことから、OA フロアが普及するようになった。 設置にあたっては必要とする配線の本数や過重についての事前見積もりが重要である。また設置後は床を開かないと配線の経路を目で追えないため、配線末端に整理番号や行き先を付けたタグ等を取り付け、図面や管理簿に記録しておくのが望ましい。大きく2種類の方式があり、本来の床の上に支柱を立てその上に板状のパネルを乗せるタイプと支柱と パネルが一体となったようなブロックを敷き詰めるタイプに分けられる。いずれの場合も 40cm から 60cm 以の正方形を単位として床を埋めるように設置する。高さは用途により数 cm から数十 cm 以上と幅がある。パネルあるいはブロックには穴、あるいは切り込みのあるものがあり。 配線の取り出し口となっている。さらにその上に同じ大きさ、または整数倍の大きさのカーペットを並べる。カーペットは下のパネルとはずらして並べることもある。そうすることで継ぎ目による段差を目立たなくし配線がカーペットの継ぎ目から取り出しやすくなる。カーペットの代わりに塩化ビニル樹脂などのタイルを使う場合もある。配線の取り出しは通常。 テーブルタップや情報コンセントを直接カーペットの継ぎ目から引き出す方法が使われるが、インナーコンセントなどと呼ばれる蓋付き、あるいはポップアップ式の器具を作り付けることもある。しかしコストや自由度の点で全者の方法が使われることが多い。電源、ネットワークなどの配線部材には、oa フロア専用にシステム化されたものもある。特に、 ブロックタイプでは合わせた設計となっている場合が多い。空調も目的とすることがあり、配管を通したり、給排機構を設けてそのまま空気の通り道として用いたりする。近年の新しいオフィスビルでは、当初からフロア全体がこの構造となっている場合が多いが、古いビルを OA フロア化することも可能である。その場合、既存の床の上に、 新たな床を設けることになるため、入り口に上がりかまちやスロープを設けてその高低差を解消するなどの措置が取られる。パネルの材質はアルミ製のものが多い。これは軽量化及び施工時の加工用易性確保が目的である。支柱とパネルが一体となったブロック型では取扱いの容易さからプラスチック製のものも見受けられる。耐荷重は アルミ製パネルを用いた OA フロアで、おおむね300から5 0 0ラムマイメートルに程度となる。パネル取り外しには、吸盤のついたサッカーという器具を用いる。サッカーにはレバーがついており、吸盤の効果で床にはまったパネルを上に持ち上げて、外すことができる。ありがとうございます。